好，那么接下来呢，我们来看一下2013年7月份这一回的这个听力部分。首先，我们来看一下第一大题，蒙达一句，来听一下第一题。一番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後まず何をしますか？来月の新製品発表会だけど、会長の挨拶どうなってる？はい、了解いただいております。会場はもう押さえてある？それは出席者数によって大きさが変わるかと思いまして、今は大小2つの会場を予約してありますが。なるほど。じゃあとりあえず保留ってことで、出席者と会場が決まり次第招待状の準備に取り掛かってくれる？はい。ああ、それから当日の会長の送り迎えの車頼んどいてくれると助かるんだけど。承知しました。できることからやっといて。よろしくね。はい。男の人はこの後まず何をしますか？好，那么，大家听了这道题之后呢，会发现他问的问题是男の人はこれからまず何をしますか？男的要干嘛，对不对？好，那么当然了，我们根据做听力的这样的一个解题思路，问男的要干嘛？男的的话就更重要，对吧？然后女的提出的问题之后的男的回答，那可能是尤为重要。那么这里的一个话题呢是新製品の発表会，新製品の発表会。会長の挨拶どうなっている？了解いただいております。好，会場はもう押さえてある？已经安排好了吗？已经确定好了吗？好，这里他说了一个什么？根据出席人的数量，他这个会场的大小可能会发生改变，所以呢，为了谨慎起见，怎么样？预约了两个会场，一大一小，没问题。好，保留了其中啊，这两个都要保留好之后，那么你看这里女的就提出了一个什么样的问题呢？请把邀请函的准备做好，着手做某事。何々に取りかかる，何々に取りかかる。好，那么这是一个。另外，それから另外当日会长的迎接接送是吧？也是不是可以拜托你完成呢？那么大家注意啊，在听力考试里，それから这种呢就是带有附带性的感觉啊。其次还有一个什么？问的是首先要干嘛？那么很显然，那么这里应该是什么？招待状準備する，是首当其冲要去完成的。好，那么接着我们来听第二题。2番。2番。大学のサークルで女の学生と男の学生が話しています。女の学生はサークルの他のメンバーに何を伝えますか？先輩、大型の台風が近づいてるみたいですね。サークルのバーベキュー今度の日曜日ですよね。大丈夫でしょうか？うん、僕もその件でサークルのみんなに連絡しなきゃと思ってたとこ。台風週末にこっち来るみたいだね。はい、みんな楽しみにしてるし、雨覚悟で予定通りやりますか？安全面が心配だしね。今回は残念だけど。え、延期じゃなくてですか？うん、だって1週間延ばすと学校の試験期間と重なっちゃうし。あ、そっか。じゃあ日曜じゃなくて土曜にするっていうのはどうですか？気持ちわかんなくもないけど、でも台風ってスピード読めないから予報通り来るとは限らないよ。そうですね。じゃあみんなに連絡回しといてくれる？はい。女の学生はサークルの他のメンバーに何を伝えますか？うん、はい。何を伝えますか？他会告知一些什么呢？大家可以看一下，这里的话呢是要做一个什么？哎，サークルの他のメンバー，社团的其他的一些成员。那么可能是要做一个什么呢？他们在这周的一个周末，可能有个 barbecue 烤肉，对吧？烧烤这样的一个活动吧。但是由于什么样的原因呢？这里很明显，台风週末こっち来るみたいだね，啊，周末会到来。所以呢，他这里说了一个什么词呢？安全面が心配だしね。今回は残念だけど。今回は残念だけど。残念。这次就遗憾了。那么残念在这里告诉我们应该是什么？
可能就被取消了吧。那么，哎，延期じゃなくてですか？不是延期吗？不是延期，那只有遗憾的取消。那么这里呢，讲了好多一些事项，都表示不支持什么周末去啊，这个外出的一些原因。那首先呢，就是首先延期的话有考试，那肯定就比较麻烦。那么如果改成礼拜六呢，台风的路径呢也不能够很好的预测，对吧？所以呢也是不行的。因此只有告诉其他的成员这次的活动イベントを中止すること。所以呢应该选择终止这样的一个答案啊。大家看一下2番。那这里呢虽然啊这个对话中没有出现明显的中止 cancel 这种词，但是类似于像这些词啊都是残念这种词，是告诉我们给了我们的一些暗示的，对吧？所以呢答案应该是选择啊イベント中止すること。はい、続きましては3番。3番。レストランで女の店長と男の店員が話しています。男の店員はこの後、まず何をしますか？うちの店、このところランチの売り上げが思わしくないじゃない？でね、過去にヒットしたものを日替わりで出してみたいと思ったんだけど、オープン当初のランチ、どんなだったか調べといてくれない？ああ、昔のメニュー残してあるんですよね。そう。うちの店、来年で30周年になるから、懐かしいって思ってまた来てくれる方もいるかもしれないじゃない？最近は若い人の間で昔のものが受けてるっていうし。なるほど。割引券をつけたらっていう提案もらってたけど、やっぱり効果は一時的なものよね。そうですかね。じゃあ今やってる飲み物やデザートと組み合わせたセットメニューは？うん、それはそのまま継続。あ、そうそう。30周年を機に内装も新しくしたいと思ってるから、また相談に乗ってね。じゃあ。さっき頼んだことお願いね。はい、わかりました。やっておきます。男の店員はこの後まず何をしますか？はい、好，问的是男社员接下来要干什么，对吧？啊，这个男の店員はこの後まず何をしますか？那么这里呢就是思わしくない，表示不理想的啊，销售额不理想。那么这里呢，他就女的马上提出了，Open Toast のランチどんだったか、調べといてくれない、調べといてくれない、といて、手を置いて的意思，对吧？手を置いて的意思，能不能帮我调查一下啊？这个开业当初的这样的一个ランチ，它的一个情况是怎么样？那么肯定这里就明显告诉我们啊。女上司呢，她把要求已经告诉这个男的了，对吧？希望他去调查一下这样的一个情况。那么，然后呢，后面呢，这里讲了一段原因啊，然后呢，这里呢又提到了一个什么？哎，就是打折券、优惠券的这样的一个方针政策，但是呢，效果是一时的。一時的なもの、効果は一時的なものよね。所以呢，可能不是被采纳，马上要用的。还有一个呢，就是デザートと飲み物との組み合わせセット。組み合わせセット的话呢，他说什么？継続，很轻描淡写的就这么过去了，那说明不是很重要的。最后呢，又说到了这个有一个店内装修的这样的一个提案，对吧？哎，内装新しくしたいと思っているから。那这件事怎么样呢？また相談に乗ってね。这个再说，马上，这个以后再谈，对不对？听到这句话啊，所以首先。まず要做的事情是不是应该去调查一下那个最初的一个 launch 的情况呢？所以综上啊，我们四个选项对不对？应该选择第一个选项。過去のメニューを調べる。好，这是我们讲的。好，接着我们来看一下4番。4番。大学で男の留学生と先生が話しています。男の留学生はこの後まず何をしなければなりませんか？先生、今日先生の中級懲戒の授業を受けてみたんですけど、僕にはちょっと優しいようなので、懲戒だけでも上級クラスに行っていいですか？でもポムさん、レベル分けのテストでは中級でしたね。基本的にテストの結果に従ってもらうことになってるんですよ。でもあのテストは文法や漢字や聞き取り全部が出題されてて、僕は漢字が苦手だから合計点が低くなってしまったんです。他の問題はできてました。そう。でもね、懲戒も中級と上級の差は大きいわよ。頑張ります。じゃあ
一度出てみますか。で、やっぱり難しかったら私の授業に戻っていらっしゃい。でも私が勝手に許可するわけにもいかないから、まずはそのクラスの先生に話してみてください。わかりました。ありがとうございます。でも本来は漢字をしっかり頑張って全体的にレベルを上げないと。はい。じゃあ先生に許可をもらえたらジムにも報告してくださいね。わかりました。男の留学生はこの後まず何をしなければなりませんか？好、質問は何ですか？皆さん、問題是什么？男の留学生はこの後まず何をしなければなりませんか？问的是第一个要做的什么事啊？首先，那么这里呢，他就说了，是吧？参加老师的中级听力课啊，中級教会の授業を受けてみたんですけど、僕にとってはちょっと優しいようなので，好像有点简单了。因此呢，他就想去读一个高级的，对不对？那么高级就不是这个老师了。于是呢，就说了，是吧？那个其实这个女老师还是在，刚开始呢，在啊分析原因，看看这个是不是可以去读那个高级的，是吧？基本的にテストの結果に従ってもらうことになっているんですよ。でもあのテストは文法や漢字の聞き取り全部が出題されてて、僕は漢字が苦手だから合計点が低くなってしまったんですよ。他の問題はできてました。那么这里呢就讲了，为什么会把你分配到中级班呢？是因为根据考试的结果来。那么考试结果呢？这个留学生就辩解了，听力我都 OK 的，但是呢，文法和串字啊，事实上我有一点不擅长，拖了我的总分，所以呢拉低了。但是光从听力角度来讲，我是可以去这个 JOQ 的，看到吗 ？JOQ。那么老师进而说，中級と上級の差は大きいですよ。中級と上級の差が大きいですよ。中级高级的差异是很大的，いいですね。那么这样一来，你中级觉得简单，未必高级就能跟得上。という意味ですよね。嗯，じゃあ一度出てみますか？我试着去啊，这个或者你试着去参加一下吧，对吧？で、やっぱり難しかったら私の授業に戻っていらっしゃい。でも私が勝手に許可するわけにもいかないから、まずはそのクラスの先生に話してみてください。皆さん在听力中对话里面出现了一个“まず”这样的一个词，是不是后面很有可能是答案了呢？对，首先对吧？你要跟那一个高级班的老师打声招呼的啊，要说明情况。然后呢，我是不能一个人随意的进行答应的，对吧？好，那么当然了，后面还补充说了一些。一旦打好招呼之后，然后有些事务上的报告你还要跟我讲，对吧？等等，如果不行的话还可以再回来，这都是事后的。那首先应该做什么呢？是不是和高级班的老师打招呼呢？所以上級の懲戒の先生に相談する、正解は実は一番なんですよ。あ、上級の懲戒の先生に相談するということです。はい、では5番に入りましょう。我们进入第五题的。5番、大学で環境美化サークルの女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこれから何をしなければなりませんか？先輩、相変わらず大学の中ゴミが落ちてますよね。うん、ポイ捨て禁止のポスター大学のいろんな場所に貼ったのにあまり効果上がってないね。すごく目立つって友達は言ってましたけど、もっと貼りましょうか。ポスターを増やしたところで学内のゴミがゼロにはならないでしょ。ねえ、みんなの前で呼びかけてみてよ。皆さん、ゴミは必ずゴミ箱にって僕がマイク持って言うんですか？他のメンバーからは授業の空き時間にゴミ拾いの活動をしたらどうかって案が出てたけど。そうですか、やってみますか。でもメンバーだけでやってもね、大学全体の意識を高めないとダメだよね。確かに、あいつら偉いなぁなんて人ごとって感じで見られてても困りますよね。ゴミを拾うんじゃなくて拾うゴミがない状態を目指すべきじゃない？それでポスターを作ったんですもんね。じゃあさ、やっぱりマイクじゃない？いいですけど、他のメンバーにも声かけてくださいよ。もちろん、でも一度一人でやってみて、それからサークルのメンバーに提案するってのはどう？わかりました。男の学生はこれから何をしなければなりませんか？好、这里呢是问啊，这个男の学生は、
まあこれから何をしますか？对不对？那么这里呢的一个话题，大家可以先确认一下，对不对？話題は何ですか？というと、那么実はゴミを拾うこと，是吧？为了这个环境的一个问题，是吧？大家呢在讨论。那你看环境美化的这样的一个サークル啊。那么首先提到问题，ゴミが相変わらず落ちてますよね。那么这里有个词叫ポイ捨て禁止のポスター。那么做了一些宣传的海报。禁止ポイ捨て，什么是ポイ捨て？随手扔饮料罐，随手扔矿泉水瓶，随手扔烟蒂，这种是吧？所以呢，效果却没有体现出来。那么怎么办呢？现在要找新的方法。你看，ポストを増やしたところで、学内のゴミがゼロにはならないでしょ？ね、みんなの前で呼びかけてみようよ、見てよ。啊，这里的话是什么呢？他ところで，即便第一个提案是增加海报的数量。我多贴几张海报是吧，但是女的否定掉，因为海报数量即便增加也不能够保证垃圾就没有了，所以呢提出一个方案在大家面前呼吁吧。具体方案是什么？对，那么主要就是拿着麦克风，对吧，在人多的地方跟大家讲什么ゴミは必ずゴミ箱に，这样的一个宣传语。那这样的一个方案是怎么样呢？嗯，他のメンバーからは授業の空き時間にゴミ拾いの活動したらどうかって案が出て，大家可以多，对吧？那么就是还有一个是什么，在除了上课以外的时间啊，去一些这个垃圾比较多的地方去捡垃圾，有这样的一个方案。那么这样的话呢，女的又提到了一个什么？哎，其实是什么？哎，我们应该是ゴミを拾うじゃなくて、ゴミ拾うが拾うゴミがない状態を目指すべきじゃないのですか？对吧？不是为了跟着去捡，而是应该什么？让大家不要扔，所以目的不对了。所以这个时候，女的说了这句话：やっぱり。やはりマイクじゃない，那么还是用麦克风吧，对不对？所以这里最后归根结底啊，这个要首先采取的方案是由这个男的怎么样跟大家呼吁啊，这个做宣传，用麦克风，用扬声器做宣传。那么当然了，也会邀请或者说号召其他的人一同参与这个活动。但是刚开始呢，可能是男的一个人先做这件事情。所以呢，综上啊，答案的话应该。男の人はこれから何をしますか？那么应该捡垃圾是不对的，对吧？应该是这里一个词非常好，呼びかける。ゴミを捨てないように皆さんの前で呼びかける。はい、これは正解ですね。3番。はい、それから6番に入ります。我们看第六题。6番。洋服の店で店長が話しています。この後、店員は男性のスーツをどう展示しますか？今から商品の展示を変えます。婦人服はこのところ好調で、高級なスーツなども予想以上に伸びています。しかし、紳士服の方は依然苦戦しています。働いている男性なら、まあセーターなどうちで着るものはともかく、会社に着ていく服には気を使っているはずです。でも、スーツは頻繁に新調するというものでもありません。となると、小物の出番です。例えばマフラー一つで印象がガラリと変わることをアピールしたいと思います。その組み合わせに魅力を感じてスーツも買っていただけたら万々歳です。このような方向で皆さん作業を始めてください。この後店員は男性のスーツをどう展示しますか？はい、好、这里的话问题来了啊，是男性のスーツどう展示しますか？怎么展示啊？展示的方法怎么展示啊？好，你看，首先是讲了予想以上に伸びています，对不对？这里的话呢，しかし紳士服の方が依然苦戦しています啊，这个女士服装是非常好卖，但是男士服装呢却是业绩不太好。那么怎么办呢？好，后面他说了，对不对？那么这里有一个什么关键词呢？小物の出番です。现在我们要抓住小物这样的一个关键词。小物的话是什么？就是这个服饰上的一些 accessory とか，就是装饰品啊、饰品啊这种东西。那它就出场了。比如说マフラー一つで印象がガラリと変わることをアピールしたいと思いますよ。マフラー围巾。用一条围巾改变整个的氛围。その組み合わせに魅力を感じてスーツも買っていただけたら万々歳です。このような方向で皆さん参与を始めてください。いいでしょ？那么这里呢，就怕同学们听不懂小物的这样的一个含义啊，所以后面举了一个例子，叫マフラー。マフラー的话，大家想一下，是不是用一些其他东西的搭配来感衬出这个衣服的
这个魅力，或者说衣服的一个高档或者时尚，是吧？用这种方式来提升营业。那么这里的话，我们来看一下哪个适合它这个非常确切的呢？世界は高級感对对吧？女性の服也没提到，那么当然就是小物と組み合わせて展示する，用小物啊，用一些比较高档的用一些比较这个小的一些饰品来搭配这个服饰，然后呢，映衬出这个服饰啊。好，那么第一部分的讲解呢，六道题，那么应该说还是比较中规中矩的常规的这样的一个出题思路。那么接下来呢，我们来看一下第二大题的部分啊，蒙代尼。第二大题呢，同样它也是啊由对话组成，那么当然不仅仅考核男或女接下来要做什么事情，有可能会在一些细节的方面呢做一些提问，比如说什么时候啊，多少钱啊，比如说原因是什么，他的目的在哪里等等。好，首先来听第一题。一番你好。一番。男の学生と女の学生が話しています。女の学生はどうしてホームページに日記を書いていますか？ゆうこちゃんってホームページに日記載せてるんだね。昨日の日記読んだよ。ゆうこちゃんの日記は読むと元気になるね。面白かったよ。コメント書き込んじゃった。あ、ありがとう。意外に大勢の人が読んでくれてて驚いてるんだ。毎日更新してるんだよね。マメだね。大変じゃないの？始めて1年になるから習慣になっちゃったっていうか、その日あったことをね、思いつくまま。ネットで公開するのはやっぱりたくさんの人に読んでもらえるから？大勢の人っていうか、離れた親に。忙しい時は面倒なこともあるんだけど、報告のつもりで書いてるの。心配かけないようにと思って。へー、そうなんだ。僕の友達、自分のホームページを見てもらったことがきっかけで、その人と結婚したんだ。そんなことは稀かもしれないけど、ゆうこちゃんも毎日書いてたら素敵な出会いがあるかもよ。へー、そんなこと期待してないよ。女の学生はどうしてホームページに日記を書いていますか？好，那么为什么？这里问一个原因，对不对？会在自己的网页上呢写日记，刊登日记。好，那么男的就问了，是吧？最近呢读了你的网页上的日记啊，确实是读了很振奋啊。然后我给你做了点评啊，这个都没问题啊，谢谢。很多人在读我的日记，很出乎意料之外，好像每天都在更新啊，你真是勤了，勤快啊，マメだね。妈妹妈妹啊，比如说笔头勤快，我们叫做フレ妈妹啊，这个很勤快的人，妈妹な人，勤快的态度，妈妹な態度等等啊。初めて一年になるから習慣になっちゃったっていうか、その日あったことね、思いつくまま，这个是我随意想到的一个想法，然后就做了，现在已经成为习惯。那么你是想让很多人都能读到你的这样的一个日记吗？那女的在这里开始呢，就提出正确的一个。为什么会写啊日记的真实原因。実はね、大勢の人というか、実は離れた親に、忙しい時は面倒なこともあるんだけれど、報告のつもりで書いているの、心配かけないようにと思って。看到吗？是写给谁看呢？写给远在和自己远离的，或者说是在家乡的这样的一个父母。那么繁忙的时候呢，给他们做一个汇报，有汇报这样的一个这样的一个つもり。所以呢，为了不要给他们带来担心，心配をかけないようにと思って日記を書き始めて、あのホームページに載せるわけですよ。啊，そう。然后男的呢，后面又开玩笑的说了一个什么，也曾经听说过这样的一个事情，就是也在 homepage 上写日记写近况，然后呢竟然有人拜读了之后啊，认识之后，后来成为了結婚相手了，对不对？这样的一个情况，说不定你也能遇到一个 sticky 呢的阿姨哦，有一个不错的这样的一个缘分吧。那其实这肯定是冗談，开玩笑了，女的也自己什么哎，明确的说そんなこと期待してないよ，所以这不是真实的原因。那么综上どうしてですか？当然了，和流行有关，应该选择的是第三个选项。流行に近況を伝えるため，近況近况，对吧？近况，为了告诉父母自己的近况，所以开始
刊登日记。好，接着来听第二题，2番。2番。家具メーカーで部長が社員に話しています。部長は今後どのような机を作る必要があると言っていますか？市場調査の結果を受けて、我が社の商品、特に子供用の学習机を見直す必要に迫られています。少子化の影響で一つの机を兄弟で順に利用するというより、一人がずっと使い続けるという傾向が顕著に見られます。これまではお客様に買っていただきやすい手頃な価格帯の設定、子供の好みを意識した学習机の設計という方針でやってきましたが、これからは材料とデザインを工夫し、一生ものとなり得るものを提供することを考えていかなくてはいけないと思います。部長は今後どのような机を作る必要があると言っていますか？好，我们会发现这道题呢，其实是在讲一个什么？哎，可能是制造桌椅的这种啊。这个厂商工厂是吧？那么这个部长就说了，今后要做怎样的一个椅子呢？桌子呢？对不对？好，那么你看，我们特别做的是对应孩子用的学习桌子是吧？这个学习用桌、学习课桌，这是我们的一个目前的一个研究的对象。那么少子化の影響で一つの机を兄弟で順に利用するというより。啊，与其说一个桌子让兄弟两个人共同利用，不如说是什么？一人がずっと使い続けるという傾向が顕著に見られます。これまではお客様に買っていただきやすい手頃な価格帯の設定、子どもの好みを意識した学習机の設計という方針でやってきましたが、好，这里的一个表达我们会发现是什么？它是并列的在叙述两种，一个是什么？哎，就是一个我们会设计。长期以来设计的是比较合适价格的一种桌子啊，还有一个呢是应对孩子们的喜好，然后呢设计的一些啊款式，那么这都是之前的。那么我们在听力中有这样的一个啊这个解题的思路，如果并列的叙述同等的两个事物的话呢，往往这两个都不可能成为答案，因为这两个都是在同样的一个条件下叙述的，是吧？那么今后我们应该怎么样呢？同学们看，这里我们应该特别关注的是これから这样的一个词，これから一出来就是今后我们要做的事情。那这里的话就应该是答案了。材料とデザインを工夫し，啊，我们同学们看这里，一生ものとなり得るもの，一生啊，什么叫一生？就是我一辈子这个桌子能够伴随一辈子使用的一个书桌，啊，它是可以用很长时间的一个书桌。我要提供这样的一种书桌，是不是应该考虑了呢？考えていかなくてはいけないと。思いますよ。そういう机が考えられなければならないですよ。应该考虑这样的书桌。所以要一生这个词出来了之后，我们看哪一种桌子是今后的一个设计和生产方向呢？長期にわたって使える机，能够にわたる是不是表示时间的长范围的广呢？能够跨越长时间使用的桌子，我们正解这里很明显应该是选第二个选项。好，接着我们看第三题。問題啊，这个質問三。三番。留学説明会で先生が話しています。先生は留学の一番の利点はどんなことだと言っていますか？よく留学をした方がいいのですかという質問をされます。その時私は留学の機会に恵まれ、経済的にも可能であるならぜひチャレンジした方がいいと答えます。ただ留学せずとも成功する人もいるし、せっかく異文化に接する機会を持っても大して学ばないまま帰国する人もいます。
そもそも海外留学のメリットとは何でしょうか。それは自分と向き合い、自己理解を深めることだと考えます。留学すると語学を習得できます。そして国際的なネットワークも作ることができます。こういうことを通して世界という大局的な観点から自分を見直すことができるということです。先生は留学の一番の利点はどんなことだと言っていますか？好。先生は留学の一番の利点はどんなことだと言っていますか？留学最大的一个优点在哪里？对吧？好了，这里呢就是一个老师呢，女老师呢在叙述留学这件事情。其实呢，她这里说了是吧？如果有经济上可能的话，経済的に可能でしたら、ぜひチャレンジした方がいい。一定要尝试一下。那么当然了，他这里也这个保留了一个意见啊。留学有很多人是什么是可以成功的，因为他可以接触很多不同的文化。那么当然了，也有一些人是留学却什么都没学到，就这样回国了，这种都有可能，关键要看自身。那么留学的最大的优点，它的目的最大的是在哪里呢？后面说了。那么海外留学のメリットは何ですか？メリット、メリット就是利点。注意了，我们在能力考里面呢，经常会将同样一个词的意思有两种不同的解释，在读解里面，在听解里面都可能出来。那么这就是有利的地方，对吧？我们说 merit 是这个好处、优点。那么反义词缺点就是 demerit。好，那是什么呢？后面就说了啊，这里それは那就是自分と向き合い、自己理解を深めること。看到吗？这是我们的一个关键点。啊，这里就是把 merit 马上紧跟着就说出来了，就是能够很好的应对自我，能够加深自我理解。自分或者说自己是不是一个关键词呢？留学的话呢，可以学到语言，留学的话呢，还能够怎么样？掌握一些国际的一些网络，就是 network 啊，所谓的一些信息网的这样的一种这个把握，这些是并列在说的。那么最关键的是通过这样的一些事情，是不是掌握语言和掌握一种国际的这样的一种思路，国际的这么一种理念是一种途径，对不对？而不是最终的优势或者说优点。那么最终的优点是通过这个手段能够将世界的大局观，通过世界的大局观来重新看待自我。好，同学们看到自分を見直す在这里再次出现，所以关键词重复了三遍啊，这里的一个自分，这里一个自己，这里还出现了一个自分を見直す。我们知道在一篇阅读也好，听力也好啊，这个关键词就是频率特别高的词，如果说是出现这样的词的话，那么答案一定是在里面了。那么综上我们看一下最大的优点，就是自分自身のことがよく分かるようになること。突出关键词啊，能够掌握对自己的一种理解。那么三和四呢，它是一种方法手段，通过三和四更加能够达到二这样的一个优点。好，那么看一下第四题。4番。会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから商品をどのように売っていきたいと言っていますか？昨年のスポーツシューズの売り上げを見ると、若年層向けの売り上げがかなり下がっているようだが、今後の販売戦略について君の考えは？はい、確かに若者対象の商品の売り上げはかなり下がっています。ですから現場からは昨年売り上げを大きく伸ばした高齢者にターゲットを絞るべきだという意見があります。そうか。しかし私は若年層を諦めてしまうのはもったいないと思います。全体の売上に占める割合を見ますと、まだまだ高齢層より若年層が上回っていますし。では引き続きどちらも販売対象としていくということ？いえ、私は高齢者向けの商品をやめてでも若年層向けの商品の販売を強化していくべきだと考えています。それはまたどうして？これからもますます日本の社会は高齢化していくっていうのに。確かに国内市場だけを考えればおっしゃる通りだと思います。しかし世界市場も視野に入れればまだまだチャンスがあります。なるほど、それもいい考えだね。女の人はこれから
商品をどのように売っていきたいと言っていますか？好，那么说商品该怎么卖，今后对吧？好，这里呢出现了一对啊，一个是若年層，年轻的，那么另外呢还有一个是什么？上了年纪的，对吧？高齢者。那么你看这里现在卖的比较好的呢，你看若年層向けの売り上げが下がっている，下降了。那么这个时候我们是不是販売戦略要做一个改变呢？はい、確かに若者対象の商品の売り上げはかなり下がっていますが、ですから現場からは昨年売り上げを大きく伸ばした高齢者にターゲットを絞るべきだと意見があります。何々にターゲットを絞る。对什么在什么什么方面呢？要做一个什么这个目标的一个设定，目标的一个放置，对吧？是这样。しかし私は若年層を諦めてしまうのはもったいないと思います。放弃年轻层是很可惜的。那么这个时候呢，就告诉我们，虽然年轻层的这个对象销售的这个情况不是很理想，但是也不能这样放弃。全体の売り上げに占める割合を見ますと、まだまだ高齢層より若年層が上回っています。能力考常出现的词上回る，超越，仍然是年轻层超越老龄层的这样的一个状态吧，对不对？确实是这样。那么怎么办呢？我们是还是要以他为对象吗？所以到这里为止，年轻层若年層已经是确定了。但是大家看一下这里呢，女的又提到了一个什么，单单是国内市場だけ的话，确实可能怎么样，老龄化了，对吧？然后少子化，这样确实是不好，可能不一定有好的这样的一个效果。但是しかし世界市場も視野に入れればまだまだチャンスがあります。这里世界市場も視野に入れる，世界市場も視野に入れる，把它作为世界的范围内进行考虑的话，是不是就是除了国内之外，更多的去考虑国外的一些情况呢？对吧？世界市場这个词你考虑清楚了之后呢，我们就不难选择应该是什么？海外の首先，然后再是若者を販売対象に加わる。世界は3番です。首先是世界市場，然后再是什么？若者。好，次は5番です。5番。ラジオでアナウンサーが文学賞の受賞について話しています。作家の小田さんの作品はどんな点が評価されて受賞しましたか？作家の小田直さんが自身初の長編小説風で今年の文学賞を受賞しました。作品に出てくる人物一人一人の心理を丁寧に描いた点が受賞につながったとのことです。小田さんはこれまでも社会と人々の在り方を鋭い視点で描いた作品で評価されていました。前回の選考では人間関係の中で揺れる心のひだを独特の世界観で描いた夕焼けが文学賞候補となりましたが、惜しくも受賞を逃し、今回初めての受賞となりました。作家の小田さんの作品はどんな点が評価されて受賞しましたか？好，受賞、受到了、最後什麼、得獎了、对吧？是どんな点ですか？是为什么、哪一个方面、他得獎的一个原因是什么？那么大家可以看到这里有一个什么、他的话得奖是《風》这部作品，对吧？好，首先一人一人の心理を丁寧に描いた点，心理を丁寧に描く，心理是非常郑重、非常好的进行描绘啊。それから鋭い視点で描いた作品で評価されていました。前回の選考では人間関係の中で揺れる心のひだを、你看，人間関係の中で揺れる心のひだ、揺れる心のひだ。啊，摇动的、摇摆的心灵的这样的一个什么，心理描写是吧？那么作为一个独特的视野进行描绘的《夕焼け》这部作品，成为了一个候补的作品啊。那么这次呢，得到了奖赏，成为了最后的一个得奖的这样的一个作品的情况。那么这里的话提到了两方面：第一，心理を丁寧に描く；第二，揺れる心のひだ。两方面来综合考虑，应该是什么呢？对，登場人物の心理を詳細に書いたこと，对吧？就是心理描写非常的到位啊。正解は2番です。好，这是我们讲的第五题。然后呢，我们看一下第六题。
6番ラジオでアナウンサーが話しています。平均株価が上がったのはどうしてだと言っていますか？今年上半期の東京株式市場を振り返ります。平均株価は9000円台から8000円台で推移し、その後上昇に転じました。国内需要が低迷する中、その影響が懸念されていましたが、影響は見込みより少なく、国内の製造業での設備投資が活発になったことが要因となり、株価は持ち直しました。一方、政府の減税の方針も発表されましたが、投資家の評価は低く、新たな経済政策が期待されています。平均株価が上がったのはどうしてだと言っていますか？そうですね。好，我们看一下这里的话呢，提到了是什么？平均股价上涨的一个原因，卡布卡股价，对不对？好，什么叫卡米汉基？今年的啊前半期是吧？卡米汉基啊上半年，那么它的一个东京啊这个股价市场交易市场来回顾一下的话，发现呢它怎么样？从9000多点先跌到8000多点，然后呢之后就开始回升啊。注意点，它是用"台"这个词，对吧？也是经常在财经新闻中出现的啊。那么首先提到了是国内需要的低迷，国内需要的低迷啥？然后呢再是什么影响是？是哎，可能受到人们的担心。但是之后你看这里有一个词叫要因多哪里，是不是又提出原因了？对不对？要因は何ですかというと、国内の製造業での設備投資が活発になったことが要因となります。要因となります。那么是不是制造业的设备投资变得越来越活跃呢？所以这成为了原因。最后呢，我们会发现政府的减税虽然有发表，但是股评家对它的评价很低。然后呢，期待有新的经济政策由政府怎么样推出。所以最重要的原因要因在这里提出了。那么应该是设备投资的原因，对不对？国内の製造業での設備投資が増えてから、だから正解は2番ですね。应该选择的是第二个选项。好，那么这个呢，到这里呢，就是我们第一、第二部分的讲解。